さあ北野選手ダブルマリガンでキープということで、いよいよ決勝戦開始かと思われます。先行は2位通過の北野選手からスタート。ちなみにこの2名は私の調整相手なので、私の手の内は全部バレてます。なるほど。で森田選手もまあちょっとは分かっているということですね、はい。まあ、お互いも何を使今まで何を使ってきたかっていうのはもうほぼバレているので。なるほど。大会でもよく試合するし、うん、そのプライベートでもあのフリープレイとかで意見交換とかやりながらいろいろやったりしてるので。なるほどですね。ヴィンテージ自身も、まあ、今回の、まあ、ヴィンテージ次のヴィンテージ新決定戦で、まあ、いよいよ6回目ということで、はい、まあ、かなりその開始時に比べるとヴィンテージの裾野というものもかなり広がってきたように感じますよ ね。いろんな方がどんどん始めてみましたみたいなのが、うん、喜ばしいですね。やはりそれはもう神の活動としてはもうバッチリといったところですかね。あとはですね、お店がちょっとヴィンテージの大会いろいろ月1程度ですけどやってくれるようになったのが大きいですね、うんうん、やっぱり大会がないと人が集まらないんで。さあどちらもロケットスタートですが、高桑選手はモックスを置きつつのこのヌルドットで、モックスを置いたのは後で自分がタングルワイヤーを置いた時の、うん、寝かす用ですね。なるほど。さあこれお互いちょっと泥試合の予感。おっとワークショップを引いた。これはこれはちょっと高桑選手一気に展開できるようになりましたね。さあ抵抗の補給。さあ北野選手このソルリング、太陽のリングとモックスジェットが一切起動できない状態。こうなってしまうと。さあ2枚目これはそして必殺の煙突。1本目がおそらく終了しました。なるほど。さあここで北野選手投了ということで、まあ、お互いもデッキ知り合、うん、よくやり合ってる仲なので、もう投了するタイミングも慣れたものっていうのが。なるほど。はい、というわけで決勝戦1本目はまずは高川選手が速攻で、まあ、実質勝利という場を組み上げて北野選手が投了早い。さあ両者キープということで、北野選手再度先手からスタートです。はモックスパール、そしてフェッチランドレッドエンド、まあ、ちょっとあまり強い動きではないんですが、うん、さあまさに様子見をしていこうと。先ほどお話していた馬の仮面、はい、ありますね高川選手という舞台ね。さあそしてファイリクシャの覇気者ですが、まあ、スタックで白丸出して、うん、おそらくパールは止めるだろうということで、うん、あまり強くないアレクサンドリア、うん、ということで減ってしまってますからね。マリガンしているアレクサンドリアは非常に弱いカードなんで。さあ対して高桑選手は会長にミシュラズファクトリー、そしてモックス追加と。さあでも高桑選手の方もそんなに強い動きではないですね。まだアメジストのトゲしか縛るものを受けてないので。さあこうなってしまうとミシュラズファクトリービートが始まってしまって、あでも何か置くんですかね。そうですね、マスクを置きに行くんですかね。他に何かなければ。さあここでウバの仮面、こうなってしまうとアレクサンドリアただの土地になってしまうので、うん、もうハンドが7以上になることはないので、うん、取り除かれたカードはシアンですが、とりあえずシアンは打って土地を探しに行くでしょう、うん。ただあまり悠長にしていると最短3ターンで相手に殴り殺されてしまうので、うん、選手かなり動きづらい状況ではありますが、まあ、なんとか。そうですね、まだ相手の妨害がそこまで厚くないので、うん、スタートをしたいというところですよね。特にクリティカルならヌルロッド置かれる前に、うん、ちょっと仕掛けで直す体勢を整えたいところですね、うん、でシャッフルということはおそらく土地がなかったんでしょう、まあ、ブラックロータスがちょっと今ちらっと見えたんですが、おそらくそれ1回では足りないといった感じですよね。そのブロックロータスを出したところでヌルロットもしくは何か別の置物でも台無しになってしまうので、うん、さあデメンターがリムーブされて、うん、デッキに1枚のメンターがいなくなってしまいましたね、うん、さあ北野
私ここでタングルワイヤー絡みつく鉄線を引いたように見えましたが、リングオブしましたか。そうですね、してないのでおそらくまあ、まあ、ここはジャッジの裁定があるでしょうということでちょっと待ってみましょう。はい、決勝も日本選手となっておりますね。さあ森内選手なんか、パワーナインあればヴィンテージできますと、できますかというのがあるんですけども、あ、まあ、あとはデュアルランドは最悪ギルドランドとかでも十分代用できるので、うん、パワーナインさえあれば基本的にできますね、うん、ちなみに全く持ってない状態からおすすめ最初に買うパワーナインとかありますか。アンセストラルリコールですかとか、ね、うん、やっぱりあの3枚引けるっていうのは、うん、全然違うと思うので、なるほど。でコメントにもそういうのがありましたね。さあここで絡みつく鉄線が出てきて、さあ4点ビートが始まりましたね。あーっとこれもう決まった可能性高いですねよく見る光景というかこのまま3枚寝てしまい、お、でもまだ途中引くならまだワンチャンスありますね、うん、ただここでハンドにモックスがないようなので、あーっとさあ露天交渉マイン強い、これはもう優勝者のツモですね、うん、なるほど。そしてね、高川選手もこれ、高川選手の方は絡みつく鉄線タップするのがもう特にタップした問題ないものばかりなんですよ ね、はい、すね、少し前にさあここでモックスを引いたんですがこれがプレイできずということで北野選手投了、ね、さあというわけで、ヴィンテージシーン挑戦者決定戦、見事優勝して挑戦者になりましたのは高川雄介選手です。おめでとうございます。いやもうスタックスこれぞといった感じでしたね、はい、まあそうですね、やっぱり妨害カードがバッチリ刺さっていきましたね、はい、はい。